さあ、あと30分あります、はい、ここからの時間は名場面名場面です。さあ今週名場面は、9本届いておりますね。はい、じゃあ残り30分ですけれどもね、バンバン行ってまいりましょうか。はい、ね、これを楽しみにっていう、ね、あのコメントもありました何を楽しみにしてるのかなって思ったんだけど、はい、さあそれではまずは、6月6日月曜日のトワイライトから行ってみましょうか。それでは参りましょう、どうぞ。おはよう。今日はローカロリーな食生活の日。いってらっしゃいおはよう。今日は6月6日ですね。棒が一本あったとさ、葉っぱかな、葉っぱじゃないよカエルだよ、カエルじゃないよアヒルだよ。6月6日に雨ザーザー降ってきて、三角定規に響いて、アンパン2つ豆3つ、コッペパン2つくださいな。あっという間にかわいいコックさん。ヒゲ生えてるよ。そこですか。そこですか。どこが可愛いんだ。さあということで、エクアキューターは関係なかったところだよね。はい。続いて行ってみましょうか。続いても6月6日月曜日のサンシャインから届いております。それでは行ってみましょう。どうぞ。この後こちらの動画は YouTube にアップロードする予定ですので、ぜひ YouTube のウェザーニュースチャンネルからご覧ください。ではここからはこちらのコーナーです。シャンシャンはあ、いい調子で進んでいたのに。収録してないですもんね今のところね。サンシャインリポート。恥ずかしい。サンシャインは確かにね、単体ではいいんだけど、なんかね組み合わさると言いにくくなるっていうのはあるんだよね、うん、はい、ただあれは計算だと思います、うん、あれは計算だと思いますマイエかわいいっていう検索の布石です。なるほど、あざといですね。はい。さあ、しまった、煽ってしまった続いていきましょう。続いても6月6日月曜日、多いな月曜日、コーヒータイムからも届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。全国の今の空を確認していきます。ここからは届いているリポートと10分天気マップ交互に見ていきます。まずは1枚目です。北海道にょ、にょって言っちゃったなんでにょってなっちゃうんだろう。北海道の、モセウシ町ぼちぼち広さんから。あー、なるほど、これはかなりテクニックのある計算ですね。これは、うん、いやにょですからね。北海道にょ、あああれはやられますね。あれはやられますね。上級テクニック来てますよ。プロの中でもトッププロですね、はい、さあ続いても6日月曜日のムーンから届きました。
それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、今現在のフットサルについてなんですけれども試合を始めていらっしゃるようですね。赤とそして青でしょうか。今ボールは青が優勢ですね。この後どのか、ゴールおめでとうございます。はい、以上今日の試合でした。こんばんは。21時を回りました。ソライブムーン江川さやねがお送りしております。先ほどインターバル中はフットサルの試合見ていたんですけれども、何度かゴールしまして、私も気合い入れてゴーっていうのを打ってたらですね、なんとG が取れちゃいました。これどうやってつけたらいいんだろう。そうなんですよ、取れたと思って、皆さん秘密にしといてください。書いちゃいましたね。ゴーってグって、このゴールのゴーっていうところで、ここがやっちゃいましたね。そうなんです。一応治ってるやん。あ、こっち、あ、テープ貼ってある。テープ貼ってあるよ。確かに治ってなかった。さあ、ということで月曜日から飛ばしていきましたね。ほぼ半分月曜日に来てます。はい、さあ、それでは続いていきましょうか。6月7日火曜日のモーニングから届いております。それでは見ていきましょう。どうぞ。それではここからはクロストークです。この後ソライブサンシャインはあやちさんです。おはようございます。久しぶりじゃないかな。昨日あれ、昨日だっけ。あれ、おはようございます。昨日だ。昨日が久しぶりにクロストークだった気がします。あ、そうでしたっけ。すみません。昨日でしたよ。え、昨日、あれ、昨日か、一昨日。昨日え、違う、え、昨日だよね。一昨日、あれ、え、昨日だよ。一昨日だ。あれ、嘘。人のこと言えないよ。ダメだ、もうダメだよ。待って、ゆかりん、昨日何だった番組。モーニングですよ。私は違う。私はコーヒーだ。ゆかりん会ってないよ、昨日。会ってないよ。もうおかしい。もう分かんなくなっちゃう。ね、分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃう。そっか、昨日のサンシャインイズミンさんでしたね。そうだ。その前の日だ。前の日だ。もうなんか年々こういうことが増えていく日が。辛いですね。辛いですね。思い出。ああ、なんかいいね、こういうのね。これはもう本当ずっと見てたくなるよね。いいですね。はい、若いお二人のね、掛け合いでございまして、個人的には大好きでございますけど、はい。さあ、それでは続いてまいりましょう。8日水曜日のサンセットから届いております。それではご覧ください。どうぞ。千葉幕張でも日差しが届いていたタイミングはあったんですが、今は雲越しうっすらです。ただ位置場所は確認できます。夕日のチャンスもありそうですかね。ただ隙間からもしくはぼんやりとした夕日になってしまいそうです。で、あの、体感はというと、半袖で出てきて、今何回言いました？ちょっと肌寒い感じがあったので、一枚羽織るものあった方が良さそうです。今ちょっと公開中です。気温はという。ああ、なるほどね。なんとなく、あの、やり口をね、分かってきましたよ、僕も。あのね、そのごまかし方の可愛さなんですよね。照れ隠し的なあれがね、やり口ですね。気をつけてください、はい、あれやられてると、なんか
つい振り込んでしまったりしますからね。 ATM の前であれは見ないようにしてください。騙されちゃうなって完全に騙されちゃうよねみたいな、はい、なるほど。今週はよく噛んでましたね、つゆきさんね。はい、さあそれでは続いて、次はですね10日金曜日のコーヒータイムから届いております。それではご覧ください、どうぞ。そしてあとはですね、今日は時の記念日ということでですね、時間をきちんと守り生活の改善合理化を図ろうという日だそうです。時の記念日って聞くとちょっとこう壮大な感じがしますけれども、そういう日なんですね、時の記念日。ちなみにそれにちなんで、もう生活の改善合理化を図ろう、時間をきちんと守ろうというのにちなみまして、スタッフさんが私が生まれた日から何日経ったのか日齢計算というのをやってくれました。私1990年の9月7日生まれなんですが、今日で9408歳、あ、8歳じゃない、悪魔かすごいはっきり言ってしまった。デーモン閣下か、これから閣下って呼ぶわ。9408歳、おめでとうございます。ねえ、何年生まれなんだよっていう、9000年前ですよね。泉民閣下はい、さあ、続いてまいりましょうか。続いては11日土曜日のサンセットから届いております。それではご覧ください、どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。アイコン見ていったんですけれども、はい、結構近畿と九州が割と大きく変わっているのかなという印象なんですが、はい、そうですね、九州が、結構大きく、変わってまして、ごめんなさい、はい、私しゃっくりが大丈夫ですか、しゃっくりが止まらなくてないです、ね、ちょっとオンエア中なんですけど、もしかしたら低くてなるかもしれません。生理現象ですから仕方ないですよね大丈夫ですかね、時々こう花粉を調整しつつはい、いやでも仕方ないです、はい、はい、ごめんなさい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ちょっと聞き逃してください、はい、はい、お願いしたいと思います。笑って喋れなくなってしまいますね山沿いで雨雲が発生して にわか雨の可能性ありと、いうのと、はい、あとは東の海上から湿った空気が流れ込んできて、ちょっと宮崎方面はパラパラ雨が降るんじゃないかなというような状況になるかなと見ていたんですけれども、はい、それに加えて上空の空高いところの雲が大丈夫ですよ、ごめんなさい、大丈夫です、ちょっと苦しそうですね、お水あとで飲んでください、はい、お水を一気飲みしたいと思います。いやこれね、僕すごい気持ちわかるんですよ。僕もすごいしゃっくりが出やすい体質で、多分ね、横隔膜がね、びっくりしちゃうんですよね。ほぼ毎日しゃっくりしてますね。はい、お腹いっぱいになるとしゃっくり出ちゃうんですよ、なんかはい、しゃっくりを止める方法って皆さんご存知ですか？僕もいくつか知ってるんですよ。ただ自分には効かない方法なんですよ。脅かす、水を飲む、息を止める、うん、僕は大体それで止まらないですね。何？耳の奥を強く押す？あんなことですか？そんな止め方があるの？息の根は止めちゃダメですね。息を止めるぐらいにしておいてください。
深呼吸止まらないですね。そう、炭酸をごく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 って飲んだら出ます。2口、3口ぐらいまでですね。4口続けて飲んだら必ず出ますね、しゃっくり。ゲップじゃないです、しゃっくりです。逆さまになって水の目は止まる。そう、コップのこっち側飲むじゃないですか。反対側のこっから飲むっていうやり方もありますね。でも大体止まんないですね、僕。辛いカレー食べると出ますね。もう大体出ますね、はい。で限界まで水吸う。そうなんだ。焼きそば食べるとしゃっくり出るって、これ新しいな。それはないですね。炭酸水は出ますね。僕は人のしゃっくりだったら止められるんですよ、本当に。ピタッと。コンビニおにぎりでも出たことないな。でもお腹がいっぱいになると出るんですよね。焼きそばもそうですね。お腹いっぱいになったら出ますね。みんなしゃっくり出るんだね。出ますよ。あ、俺だけかと思ってた。ほぼ毎日出てますからね。で、なんか100回やったらダメだって言われたりするじゃない。ね、毎回数えますけどね。不思議と100出ないんですよ。100近くまでは行きましたけどね。結構出てますね。はい、止まんないですよね。3回くらいで止まるんだ、いいなぁ、いいなぁ、なるほどね、はい、ありがとうございました、いろいろと情報。耳の奥を押してみたいと思います。さあ、それでは本日最後のノミネート作品になります。12日日曜日のサンシャインから届きました。それでは行きましょう、どうぞ。予報センターに確認していきたいと思います。それでは予報センターの永井さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、永井さんは何か方言ありますか、はい、地元で。名古屋ですか、はい、名古屋は方言まみれですよ。まみれですか。方言ですね。有名な、なんか気に入っている方言あります？気に入ってる、気に入っている、いや、気に入ってるのはわからないな。あ、ないですか。うん、あ、デラって来てますね。デラは言うね。なんとかデラってことですか。違う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 、デラはデラはベリーです。ベリー、ベリーです。あー、なるほど。で、だからね、デラベ、デ、デラベって言いました。朝から何言ってんの。デラ海やと。見てたのかな、世代ですかね。まあ世代的にはそうだよ ね、世代的にはもう、ね、まあ、伝説のグラビア雑誌ですけどね、思い出深い。デラ、デラベピンはでもそうでしょうね、うん、方言風には書いてなかったですけど。さあ、ということで、以上今週の名場面をお届けしました。さあ、今週の大賞を決めていきましょうか。
どうですか。草ちゃんのは入れたいですね。草ちゃんのしゃっくり入れましょう。あとはあとね、今週松池が噛んだのが多かったですね。それの1個入れましょうか。北海道にょでででででか、どっちでいきましょう。にょが多いですね。にょでいきましょう。松池にょ、そしてあ、イズミンの来てますカッカ来てますね。イズミンカッカ、じゃあカッカ行きましょう。9408歳ですからねこれなんか後からじわじわ来るな。はい、そしてもう一つ行きましょう。ボケ合戦、ボケ合戦来てますかね。ボケ合戦とデラベッピンが来てますね。どっちですか。同じぐらい来てますね。モーニングで若い二人がわちゃわちゃやってたやつか、世代が一緒なデラベッピンか。さあ、ヤングかアダルトでお答えください。アダルト、アダルト、ヤング、ヤング、アダルト、アダルト、アダルトがちょっと多そうですね。じゃあデラベッピンユリチュミでいきましょう。その4択で参ります。どれでしょう。あと今ニコ生の方のアンケートの先に出ました。1番草ちゃんしゃっくり、2番松井幸にょ、3番泉陛下、あーかっか陛下じゃねえ、泉かっか、4デラベッピン。さあこの生の方もう押しちゃってください。そして空ボタンの方まもなくオープンです。はい、空ボタンも出ました。青しゃっくり、赤松井きにょ、緑泉閣下、黄色デラベッピンというふうになっております。さあ今週はどれでしょうね。なんかだんだんミックスしちゃしてきちゃってデラ閣下とかな。どうなんだろう、わかんない、全然わかんないな。さあそれでは5秒前でいきますよ。5秒前です。4321終了です。さあじゃあまずはニコ生からいきましょう。ニコ生はしゃっくりが1位だ、 46.5%。そして空ボタンもオープン。あーしゃっくり、おめでとうございます。今週は草田の勝利です。はい、次は2位はどれでした。あ、2位が勝っか、なるほど
閣下はね確かにねあのじわる方だったんだね、じわじわじわって、はい、これからGoogle の検索で、マヒ泉閣下っていうねキーワードが出てくるとは思いますけれどもね、はい、あと9408歳っていうねウィキの年齢が書き換わると思いますこれから9408歳であるっていうね、はい、ウィキがね、はい、どんどん新しいウィキになってくると思いますけれどもね、はい、元ヤンから閣下に上り詰めたっていうねそういう経歴になると思います、はい、さあそれではでも9408年かかってますからね、はい、それでは今週の大賞名場面大賞11日土曜日のサンセットより届いております。それではご覧ください、どうぞ。あれ、はい、よろしくお願いいたします。アイコン見ていったんですけれども、はい、結構近畿と九州が割と大きく変わっているのかなという印象なんですが、うん、はい、そうですね、九州が、結構大きく、変わってまして、ごめんなさい、はい、私しゃっくりが大丈夫ですか、しゃっくりが止まらなくて止まらないんです、ね、ちょっとオンエア中なんですけど、もしかしたら低くってなるかもしれません。生理現象ですから仕方ないですよね大丈夫ですかね時々こう花粉を調整しつつはい、 いやでも仕方ないです、はい、はい、ごめんなさい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ちょっと聞き逃してください、はい、はい、お願いしたいと思います。笑って喋れなくなってしまいますね、まあ、山沿いで雨雲が発生して にわか雨の可能性ありと、いうのと、はい、あとは東の海上から湿った空気が流れ込んできて、ちょっと宮崎方面はパラパラ雨が降るんじゃないかなというような状況になるかなと見ていたんですけれども、はい、それに加えて上空の空高いところの雲が、うん、大丈夫ですか大丈夫ですよごめんなさい、はい、大丈夫です、ちょっと苦しそうですね、お水後で飲んでください、はいはい、お水を一気飲みしたいと思います、はいはい、あの音は出ますよね、出ますヘウって音はね、我慢しようとします、撮ってますけど、うん、はい、ということで生放送ならではの、横隔膜ピンチ、はい、が名場面大賞になりました、おめでとうございます。さあということで、本日も2時間お付き合いありがとうございました。今週1週間はですね、月曜日は今西で強く降ってる雨雲が東に移動してきて、ちょうど交通、はですね、その朝の時間帯ですかね、朝の出勤の時間帯にちょっと雨の影響が出そうですね、はい、で梅雨寒と、ちょうど太平洋側ところが梅雨寒っていう話も出てました。それ以外の地域では、今週1週間はこうムシッとした梅雨らしい体感になりそうです、はいなぜかもう終わりなのかっていうコメントが来てますけど、はい、終わりです、もう今週はね、はい、またお楽しみは7月にあるという話も聞いてますので、今年は7月10月ぐらいにあるんでしたっけね、はい、オールナイトのお楽しみがまた待ってると。7月空白大丈夫か、あ、空白の、ね、告知しましたね、最後にもう一回キービジュアルができましたということで出しておきましょうか、まあ、大体オールナイトやった後1週間は調子悪いんですけど、空白前に復帰したいと思います、はい、8月5日6日7日の3日間幕張メッセホール5の方で行われます。空白今年もね、ぜひボランティアの登録、そして、遊びに来ていただけると幸いです、はい、今年はそうです、3日間です。そして
共同開催で、ママキッズさんママキッズフェスタと一緒に共同開催でママキッズがホール4です。で、空白がホール5です。中はつながってます。つながってるので両方楽しめます。ただおじさんが来てもママキッズの方は遊べないと思いますよ。ママキッズはどちらかというとそのママと未就学児がターゲットのやつなのでおじさん行っても一応入場はですね事前登録になってます。ウェブで事前登録していただけるとパスが出ますの でそこにバーコードが入っているのでどちらの会場でも同じように遊ぶことができるというシステムになっています。はい、なのでいろんなブースに行ってそのピッてやれば遊べるようになってます。ママキッズの方はどうなのかなって思いますけどね。ママキッズは縁日とかやってたりもするようなので子供に混じってあまり子供の邪魔はしないように遊んでいただければと思います。はい、空白の方は、まあ、小学生から大人まで楽しめるようなラインナップになってますので、はいね、童心に帰るか。そうですね、はい、いいと思いますよ。はい、ママと行けばいいんですね。そうですね、ママといらっしゃってください。はい、全然空白は家族で楽しめるそういったイベントにしていこうと思ってますのでお子さんが遊んでる時にお父さんお母さんが楽しめるようにも考えております。はい、いいですよ。まあ、69歳でも構いません。一緒に来ていただければと思います。はい、さあということで、8月お待ちしてます。今週ですねサイトの方登録サイトの方をオープンする予定ですので、ボランティア登録そして、空白の事前登録、ね、済ませておいていただければと思います。はい、じゃあ今週も1週間頑張ってまいりましょうかということで、最後は AAO で締めたいと思います。はい、さあそれでは今週も元気に頑張ってまいりましょう。 AAO おやすみなさい。